今日は新宿の熊野神社にやってきました。まず神社っていうのはそもそもどういう場所なのかということを簡単にお話をします。で、神社っていうのは一言で言うとあの世の自分と出会う場所なんです。あの世の自分っていうのは何でしょうか。それは生まれる前の自分なんですね。そしてこの神社で参拝するということは生まれる前の自分は果たして何をしようとしてきたのか、どんな目的があるのか、それを確認するための場所なんです。それが神社でできるんです。では神社はどうしてそういうことができるのかというと、それが隙間の法則の話になってきます。神社に来ると我々は心が払われるんですね。この払いというのはいわばお片付けです。心のお片付け、あるいは魂の片付けと言ってもいいでしょう。片付けをするということは2つ機能があります。1つは捨てるですね。そしてもう1つは収納する。捨てて収納すると何ができるのか、これが隙間、空きスペースなんですね。で、神社に来て本殿でお参りするとこの魂の空きスペースに神様のエネルギーが入ってくるんです。これが隙間の法則です。そしてこの神様のエネルギーというのが我々が生まれる前にしたかったこと、やろうと思ってきたこと、このエネルギーが我々の中に入ってくる。そしてこの入ってきた状態で現実世界に戻っていくと、これが神社で起こる隙間の法則なんです。そうすると我々は神社に来ることで魂の目的、生まれる前にこうしようと思ってきた目的を実現できるということなんですね。これが隙間の法則です。